秘宝元半身屋の先生もう手遅れっぽい。あかんすよ、オーラの色とか言及してきそう。また大島おるやん。ノリアスオリアン系。右下見たら草生えた。めちゃくちゃ怖い。各滅相ってなんやねん。また大島なんと書いて草。こういううさんくさいやつらの絵がおって揃いも揃って令和納豆宮下みたいだよな。いつものおっさんいて草。誠司さんは好きやけどこのおっさん嫌いやわ。とりあえず大島とかいうやつ切れよ。元プロ野球監督の影響力過小評価すんな。特に阪神団だから。こういうあからさまにうさんくさいイベントでも需要あるんやからわからんもんやな。完全に宗教の広告塔。水江拓也、アムウェイ、小熊弥生、アムウェイ、ケンツクマン、栗木信和、翡翠小太郎、創価学会。え、うんこの2アウトってとこか。言うほど2つで済んでるか。もともとこういうのに傾倒してたけど21の V1 と22の開幕連敗で本格的に壊れた節あるわね。